ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、もしも〇〇だったら、をまとめてみたよ。もし、国内のみならず海外でも活躍している新幹線がなかったら、もし国鉄が存続していたら、一体どうなってしまうの、気になってきたわ。一本目はもし夜行新幹線が実現したら、だぜ。それじゃあ一緒に見ていきましょう。まず大前提として、現在の新幹線は基本的に0時から6時にかけては営業列車を運行しないんだ。たまに0時を過ぎても列車が走っていることがあるけど、それは基本的に何らかの理由で列車が遅延してしまった場合だな。0時以降は朝まで列車が走らないのは、やっぱり夜中に走るとうるさいからかな？そうだな、真夜中に列車を走らせると振動や騒音が発生するし、列車を走らせずに線路や架線とかの設備をメンテナンスする時間も必要だからな。話が始まって早々にそんなことを言われてしまっては、夜行新幹線の実現なんて根本的に無理なように思うのだけど。確かに難しいんだ。だけど実は深夜時間帯も走行する夜行新幹線が過去に検討されていたことがあるんだよ。過去って言うと JR の前身の国鉄時代なのかな？そうなんだ。1970年代に新大阪駅から博多駅までの山陽新幹線が開業するのだけど、東京から博多までおよそ7時間かかることから、夜行列車の需要もあると想定されて運転が計画されたんだ。東京から博多までの所要時間って現在でも5時間ぐらいだから、昼間に座席に座って移動する時間としては確かに長いよね。だから羽田福岡間の航空便にシェアをほとんど取られてしまっているんだよな。でも夜行列車を走らせると言っても線路のメンテナンスの問題はどうするの？新大阪駅から岡山駅までの区間で東京発と博多発の列車がすれ違うと想定して、この区間を単線運転できるように整備して深夜時間帯に通過させる計画だったんだ。単線運転か。簡単に言ってしまえば道路を工事している時の片側通行と同じだな。ある夜は下り線をメンテナンスして、夜行列車は東京行き博多行きのどちらも上り線を走行して途中の駅ですれ違いを行う。次の夜はその逆といった感じだ。この方法でメンテナンスの時間を確保しようとしたのね。列車のすれ違いは新大阪、西明石、姫路、相生の4つの駅で行うつもりだったようだ。山陽新幹線に西明石駅や相生駅が作られたり、西明石から相生までの3つの駅に上下の線路の間を移動できる渡り線がやたらと設置されていたりするのは、単線運転の計画に基づくものなんだぜ。本当に夜行新幹線をやる気だったんだね。国鉄のやる気は線路だけじゃなくて試作した車両にも現れているぞ。その試作した車両というのが1973年に登場した961型電車だ。この試作車が登場した1973年は山陽新幹線が岡山まで開業していて、博多まではまだ開業していないという時期だな。どういう特徴を持った試作車なのかな？1982年に開業することになる東北上越新幹線での使用を想定して、雪に対抗できるような装置を備えたことも大きな特徴なんだけど、なんと6両編成のうちの4号車が寝台車になっていたんだぜ。特別個室が1室、特別寝台室が3室、そして普通寝台が設置されたそうだ。新幹線の寝台車、試作車とは言っても実際に作られていたのね。ただし、この961型電車だけど、山陽新幹線の工事の遅れや国鉄の労使関係の問題などから、十分な試験走行を行うことができないという状況に陥ってしまったんだ。そんな、せっかく夜行新幹線の実現を目指して駅や寝台車も作っていたのに、結局夜行新幹線は実現しなかったんだ。残念すぎるよ。国鉄の経営が悪化してしまったこととか、夜行列車の運行による騒音や振動に対する沿線住民からの理解が得られなかったことが、実現しなかった理由だと言われているぜ。1975年頃といえば、新幹線の騒音や振動に対する訴訟が実際に起きていた時期で、無視するわけにはいかなかったんだろうな。結局、961型電車が新幹線では唯一の寝台車になってしまったのね。もしも、東海道、山陽新幹線の夜行列車が実現していたらどうなっていたのかな？例えば21時に東京駅を出発して、7時に博多駅に到着するという風に移動できるわけだ。羽田福岡間の航空機の最終便よりも遅く出発して始発便より早く着けるから、相応に便利で一定の利用者は確保できたと思うんだよ。そうだね、それは本当に便利だと思うよ。現在は博多を越えて鹿児島中央駅まで新幹線の線路が繋がっているから、東京発鹿児島中央行きの夜行新幹線も走っていたかもしれないな。夜、東京で新幹線に乗って朝起きたら九州、そしてさらに1時間半も乗れば鹿児島。
それだけでもロマンがあるよな。おまけに飛行機が苦手な人も安心だし、新幹線だから在来線の夜行列車や夜行バスほど揺れたりしないし、座席じゃなくてベッドだから眠りやすいし、最高すぎない？実現しなかったのが本当に残念だよ。それと将来、北海道新幹線が札幌駅まで延伸開業する予定だけど、東京札幌間の距離は1000キロ余りで、4時間半から5時間程度かかるとされているんだ。夜行新幹線を運転したくなる距離と所要時間ね。航空機の最終便より遅く出発したり、始発便より早く到着したりするという、ダイヤ設定は可能だろうな。それに、本州と北海道を結ぶ青函トンネルは鉄道専用だから、夜行バスというものは設定できない。夜行新幹線を走らせれば、夜間の移動の需要をほぼ独占できるわね。そうだな。東京札幌間を結ぶ夜行新幹線が実現したら、喜ぶ人もいそうね。なお、日本の鉄道ではないから、厳密に言えば新幹線ではないけれど、JR 東日本の E2 系電車をベースにして作られた中国高速鉄道の CRH2 型電車については、寝台車も製造されていて、夜行高速列車が中国国内の様々な都市間を結んでいるそうだぜ。そうなんだ。でも、中国って日本とは比べ物にならないほど国土がでかいじゃん。中国で夜行高速列車が走っているからって、日本で同じことをしてもうまくいくとは言えないんじゃ？そうとは言い切れないぞ。え？確かに中国はでかいけど、いくらなんでも日本と比べる相手としてはでかすぎるだろう。日本の国土の面積はおよそ 37.8 万平方キロメートルだけど、これは世界の国の中で大きい方から61番目だぞ。世界には200近くの国があるから、上位3分の1には入っていることになるし、考えてみればヨーロッパの国と比べるとほとんどの国よりは大きいわよね。そう考えると決して極端に小さい国ではない上に、しかも日本の国土は細長い。つまり国内を移動する際には、中国ほどではないとしてもそれなりの長距離を移動する必要はあるということなんだ。なるほどね。例えば日本人にも知名度が高い中国の都市として北京と上海が挙げられるよな。この2つの都市の間には夜行列車も走っていたりするんだけど、距離は東京と札幌よりも少し長いぐらいでおよそ1200キロなんだ。となるとやっぱり東京札幌間って夜行新幹線を設定するにはちょうどいい距離なのかな？距離だけを見ればそういうことになるよな。北京も上海も東京よりもずっと人口が多いから同じだけの需要が見込めるわけではないけどな。さすがは今のところ人口世界一の中国だね。間もなくインドに抜かれそうだけど。さて、結局日本では定期運転の夜行新幹線は実現しなかったんだけど、実は0時から6時までの深夜時間帯に新幹線の臨時列車が走ったことはあるんだよ。期間限定で深夜に新幹線が走ったのはいつのことなの？確実に言えるのは、2002年に日本と韓国で開催されたサッカーのワールドカップの期間中だ。極めて限定された期間だね。大会期間中は日本の各地で試合が開催されたんだけど、今回の話題で重要なのは静岡県と新潟県で開催された試合だな。どっちも新幹線が通っている県だね。6月11日に静岡スタジアムエコパで1次リーグのカメルーン対ドイツ戦が実施された。この試合の終了予定時刻は22時30分で、観戦した人たちに帰宅してもらうために、JR 東海は東海道新幹線の掛川駅を始発とした東京行きと名古屋行きの臨時列車特別号を設定したんだ。特別号ってそのまんまじゃないの？掛川は光が停車する駅ではないし、かといって小玉のように全部の駅に停車するわけでもないから、どちらでもない名前をつけるしかなかったようだぞ。それにしたってワールドカップ号とか静岡スタジアム号とか名前の付けようはあるじゃん。特別号は名古屋行きが2本、東京行きが6本設定されたんだけど、特別号はすべて0時を過ぎても運行が続けられる深夜便だったんだ。おお、東京行きの特別号のダイヤ設定をもうちょっと詳しく。まず1本目の列車が掛川駅を出発するのが23時30分以後、およそ15分間隔で列車が出発して、6本目つまり最終便の掛川発は0時41分だったんだ。0時台始発の新幹線。そしていずれの列車も36分後に熱海駅に停車して、掛川出発から1時間19分後に東京駅に到着するというダイヤだったんだ。停車時間を含めた平均速度を表す標定速度は時速 160.5km だな。現在の光号よりはちょっと遅いかなぐらいだ。新横浜にも停車しないのね。ちなみに当時は新幹線の品川駅は開業していなかったのよね。運行時間はわずか1時間19分だし、第1便の東京駅到着は0時49分で、最終便でも2時ちょうどだから、一般的な夜行列車のイメージとは違うけれどな。だけど、新幹線が普段走らない時間に走った、という意味ではやっぱり、特別だったんだね。
ちなみに、試合は0対2でドイツが勝ったぞ。このチャンネルでその情報って重要なの？そして6月15日には、新潟スタジアムビッグスワンで、決勝トーナメント1回戦のデンマーク対イングランド戦が実施された。0対3でイングランドが快勝したぞ。いやだから、結果なんてどうでもいいわよ。って思うじゃん。え？どういうこと？この試合も、終了予定時刻は22時30分、試合が延長戦になった場合は23時30分だったので、上越新幹線に0時ちょうど新潟発の東京行きをはじめとした、臨時列車のマックス朝日及び朝日が11本運転されたんだ。朝日もマックスも今はなくなってしまった懐かしい名前ね。ちなみに11本というのは市販の時刻表に掲載された本数だ。実際にはサッカーの試合が延長戦に入ることなく終了したので、時刻表に乗らない臨時列車も23時20分新潟発を皮切りに10分間隔で4本運転されたんだ。なるほど、試合が延長戦に入っていたらその4本の臨時列車は運転されていなかったのね。確かに試合の結果もどうでもよくはなかったわね。列車の時刻設定だけど、新潟駅を出発するのが10分間隔で、最終便の新潟発は1時40分だ。途中の停車駅は長岡、越後湯沢、大宮、上野で、新潟から東京までの所要時間は2時間58分だったんだ。標定速度は時速 101.4km と、新幹線としてはかなりのスローペースだぜ。最終便に乗ったら東京着は4時38分。東海道新幹線の特別号よりは夜行列車っぽさがあるわね。6月30日に横浜国際総合競技場で実施された決勝戦のドイツ対ブラジル戦でも、試合が延長された場合は新横浜発東京行きの臨時便が0時以降の運行となる予定だったけど、こちらも延長戦に入ることなく0対2でブラジルが勝利、つまり優勝したので、幻の深夜便となったんだ。鉄道ファン的にはちょっと残念だったかもね。幻の深夜便はまだあるぞ。2021年に開催された東京オリンピックに関連する東北新幹線の臨時列車だ。そういえば話題になっていたけど、どんな列車だったっけ？宮城スタジアムでサッカー競技が実施されることに伴い、仙台駅を0時45分に出発して東京駅へ4時20分に到着する、やまびこ422号などの臨時列車の設定が発表されたんだよ。なお、やまびこ422号の標定速度は時速 90.8km で時速 100km を割ってしまっていたぞ。運行時間は3時間35分か、ちょっと短いけど、まとまって寝ることはできそうね。しかし、全席自由席として指定席を設けないので、転売目的の購入は防げる一方で、オリンピックと無関係な利用者が殺到して混雑してしまうことも予想されたんだ。珍しい列車となれば乗りたがる人はいるよね。東京オリンピックは、ほとんどの競技がコロナウイルスの影響で無観客開催だったが、宮城スタジアムでのサッカーは観客を入れて行われることになっていた。にもかかわらず、やまびこ422号などの臨時列車は、理由は公表されなかったものの、運転が中止されて、幻の深夜便になってしまったんだ。まあ、仕方がないよね。さて、このように新幹線の深夜便が、実際に運転されたり計画されたりしたことから、確実に言えるのは、期間限定で速度を落として走らせるのなら、新幹線の夜行列車は設定できるということだな。それは確かにそうだね。夜行列車が走ると、設備のメンテナンスができないという問題は、走る日が限定されているならば回避できるし、騒音などの問題もやはり走る期間が限定されていて、列車の速度も落とせばなんとかなるということだろうからな。夜行新幹線の実現にはそのことが鍵になりそうだね。山陽新幹線に夜行新幹線を走らせる計画は国鉄時代に頓挫してしまったから、今さら東海道、山陽、九州新幹線で夜行新幹線を運転できるとは思えないよね。でも将来、東京札幌間で夜行新幹線が走る可能性ってないものなのかな？あ、そうだ。どうした？2021年に JR 東日本が特許を出願して翌年公開になった発明が、夜行新幹線の運転を見据えたものでは？と、鉄道ファンの間で話題を呼んだって、聞いたことがあるよ。組み立て式二段ベッドと組み立て式二段ベッド組み立て方法というものだな。あ、それだわ。って、組み立て式？鉄道会社がベッドの特許を出願したから寝台車を作りたいのだと思ってしまうのも理解はできるけど、組み立て式という言葉はどうしても引っかかるよな。かつての583系電車の座席から寝台に転換できる仕組みともまた意味合いが違いそうだよね。そればかりか、公開された特許の図面や発明の詳細説明とかを見る限り、車両に据え付けられて乗客が使用するベッドとは到底思えないんだ。そうなんだ。例えば、臨時に設けられる事務所で作業員が宿泊するためとか、就寝・起床時刻が個々人で全く異なる乗務員が、寝る時に同じ二段ベッドで寝ている人を起こさないようにするためとか、
そういう発明であると思われるんだ。夜行新幹線とは関係ない特許である可能性が高いのね。ちなみに、もちろん JR 東日本からの夜行新幹線に関する正式な発表はないし、東北新幹線と直通運転を行っている北海道新幹線を運営している JR 北海道も同様だ。まあ、全く聞いたことはないわね。東海道、山陽、九州新幹線でも、東京札幌間でも夜行新幹線を運転しないなら、もう夜行新幹線の運転区間の候補なんて残っていないような気がするよ。いや、候補はまだあるぞ、北陸新幹線だ。北陸新幹線は、現在は東京駅から金沢駅までの路線だけど、最終的に新大阪駅まで延伸する計画だ。首都圏と新大阪駅が北陸新幹線経由でも結ばれるのね。だから例えば、新大阪始発で金沢を経由して、高崎から上越新幹線に入る。大宮でスイッチバックして東北新幹線に入り、仙台、盛岡、新青森、新函館北斗、札幌へ行く。という夜行列車が考えられるよな。おお、一定の需要は見込めそうだね。というか、新大阪から札幌って、かつてのトワイライトエクスプレスみたいだよ。運行区間長は、新青森まででおよそ1300キロ、札幌まででおよそ1650キロだ。昼間座って移動するには長すぎるけれども、夜行新幹線には適した長さだと思うんだ。北陸新幹線とかも、夜行列車の運転を想定した作りにはなっていないんだろうけど、実現したら面白いよね。そうだな。でも、実現にはいろいろ壁もありそうだね。夜行新幹線を定期で運転するならば、単線運転できるよう設備を改良する必要があるし、運転する期間を限定するならば、その限られた運転期間のためだけに寝台車を製造するのか、2002年に走った深夜便のように普段の車両をそのまま使うのか、という判断も必要になるよな。通常の車両で座席に座って寝るのは、いくら快適な新幹線とは言っても疲れそうだよね。それに、夜間も列車が走ることによる振動や騒音に沿線住民から理解が得られるかという問題も、必ずついて回ってくるよな。設備の改良や寝台車の製造にコストをかけて、騒音や振動の問題も解決して、そこまでして夜行新幹線を走らせても、果たしてペイできるのかは何とも言えないわね。結局、定期列車としての運転は、コストや騒音の問題を考えると、現実的じゃないし、専用の寝台車をわざわざ作ることも、あまり考えられないから、極めて限定された時期に、通常の車両が臨時列車として走る、というものになる可能性が高いだろうな。サッカーのワールドカップの時の深夜便と一緒ってことね。でも、それでもいいから一度は乗ってみたいな。ところで、さっき話題に出たような、新大阪や北陸と東北や北海道を直通する列車は、別に夜行列車でなくても、一定の需要はあると思うんだ。そう言われてみれば、あったら嬉しい人もいるかも。航空機からシェアを大きく奪うことは難しいだろうから、定期での運転は厳しいけど、多客機だけとかイベントの時だけなどの臨時列車の運転であれば、十分に可能性があると思うんだ。北陸新幹線が新大阪まで伸びれば、そういうことができるようになるのね。そればかりか、新大阪駅の地下に新たなホームを作って、北陸新幹線と山陽新幹線の直通運転を行うことも検討されているんだ。なんと、あくまで検討されているだけだから、実現の可能性はいかほどのものか、という感じだし、この二つの新幹線は、線路さえつなげば直通できる、というものでもないんだ。現時点では、列車同士の衝突を防ぐ ATC が違ったりするから、乗り越えるべき障壁はあるけれどな。でも、それを乗り越えれば、直通運転の可能性はあるのね、ということは、札幌駅から鹿児島中央駅までを、北海道、東北、上越、北陸、山陽、九州新幹線経由で、直通できる可能性もあるんだ。なるほど。実際に、そんな列車が設定されるかはともかく、できるというのはロマンがあるわね。東北新幹線と東海道新幹線は、東京駅で線路を切られているから、絶対に直通できないもんね。それと比べれば、北陸新幹線と山陽新幹線の直通は、線路が作られるのはこれからなんだから、まだ可能性があるよな。今回は、もし新幹線がなかったらどうなっているのかを想像してみよう。日本の鉄道は、そして自動車や飛行機などの他の交通機関はどうなっていたのかな？いやいや、日本だけじゃないぞ。新幹線は世界の鉄道にも大きな影響を与えているからな。そっか、新幹線の存在しない日本を、そして世界を想像してみたら、新幹線がどんなに多方面に影響を及ぼしている乗り物であるかが、改めてよくわかったぞ。それは楽しみだわ。突然だけど、新幹線がなかったらという想定は、独特なものでも、まあ新しいものでもなく、昔から行われているんだよ。やっぱりそうなんだね。一例として、JR 東日本の副社長や会長を務めた、山内周一郎氏の著書である、新幹線がなかったらがあるんだ。タイトルが今回の動画のテーマそのものじゃないの。
とは言ってもほんの前編にわたって、新幹線が存在しない世界を論じているわけではなくて、著者の自伝を絡めて高速鉄道の歴史を紹介する内容になっているんだけどな。つまり、次タイトル？まあそう取れなくもないけど、おそらくは出版社の人が付けたのであろう。このタイトルを別に悪く言うつもりはないし、新幹線が存在しない世界を第一章で3ページにわたって想定しているから、まるっきり嘘タイトルというわけでもないんだ。なるほどね。その3ページにはどんなことが書いてあるの？まずは、東海道新幹線が存在しない場合の東京、大阪間の移動について記しているんだ。1964年に東京、新大阪間の東海道新幹線が開業するまで、東京、大阪間の最速の列車は、在来線の東海道線を走る特急こだまで、6時間30分もかかっていたんだ。うわぁ、当時は航空運賃が鉄道よりもはるかに高かったので、こだまを利用してもらえたが、1998年の今でも、6時間半かかっていたら、列車を利用する人はほとんどいないに違いない、という旨が記されているぞ。そりゃそうだわ。東海道新幹線が作られなければ、当然山陽、東北、上越新幹線も作られないだろう。日本の鉄道は東京や大阪とかの大都会を除いて、大赤字路線となるか廃線となっているだろうと想定されているぞ。大都会での通勤輸送などの需要は、鉄道でなければ到底満たせないけど、大都会以外では、自家用車やバスで十分ということになって、鉄道の役目は終わっていたかもしれないのね。影響は日本だけにはとどまらないということも記されているんだ。東海道新幹線という大成功例があったからこそ、ヨーロッパにも高速鉄道が生まれたと言えるよね。しかし、フランスの高速鉄道の TGV が開業したのは1981年で、ドイツの ICE は1991年から走り始めたんだ。日本の新幹線という高速鉄道の前例があるのに、TGV の開業は東海道新幹線の17年も後なの？つまり、もしも新幹線がなかったら、欧州の高速鉄道が生まれるのはずっと後になっていたか、そもそも生まれもしなかったと想定されるんだ。そして欧州の鉄道も通勤客と貨物を運ぶだけの交通機関になっていたかもしれないんだよ。どんだけ世界の鉄道に影響を及ぼしているのよ、日本の新幹線。それから、東海道新幹線を作っていなかった場合、東京、大阪間の移動に列車は利用されないだろう、という話はさっきしたけれど、では果たして東海道新幹線と同じ数の旅客を、他の手段で運べるか、という想定も記されているんだ。考えるまでもなく無理そうだけど、まあ無理だということが書かれているんだ。飛行機や高速バスで運ぶことが、どれほど無理なのかは、後で具体的な数字を紹介するぜ。とにかく、東海道新幹線がなかったら、新幹線がある場合と同じだけの数の人が移動することはどうしたって不可能というわけね。現在と同じ数の旅客の移動が不可能だったということは、日本の経済成長などの歴史も全く異なるものになっていただろうな。新幹線ができたことによる効果って、ただ早く移動できることだけじゃないんだね。そうだな、早いだけじゃなくて大量に運ぶことができる。それが高速鉄道という輸送機関の大きな特徴なんだ。飛行機やバスよりも電車の方が人をたくさん乗せられるもんね。新幹線がなかったらの記述からも、新幹線がないことの影響が想像できたと思うけど、ここではもう少し細かく、新幹線がないことで鉄道網が受ける影響を見ていこう。影響を考える上で一つの鍵となるのが、そもそも東海道新幹線はなぜ作られたのかだ。え？東京と名古屋や大阪の間を早く移動したかったからじゃないの？東海道新幹線が東京、大阪間の主要な移動手段になれたのは、在来線特急よりも大幅に短くなった所要時間のおかげではあるけれど、実は所要時間の短縮は東海道新幹線建設の第一の目的ではなかったんだ。東海道新幹線が作られることになった根本的な理由は、在来線の東海道線を走る列車が多すぎてパンク寸前だったからなんだよ。どれくらい多くの列車が走っていたの？1956年の時点で1日に片道120本だ。24時間ぶっ通しで列車を走らせ続けたとしても、1時間につき5本。それは本当に余裕がなくて、限界に近いわね。東海道新幹線が開業する前の月である1964年9月の時刻表が手元にあるので、これも見てみよう。新幹線がなかった日本へタイムスリップだね。18時台に東京駅を出発して東海道線を下っていく列車は、まず18時ちょうど発、特急大鳥、名古屋行き。新幹線がなかった時代だから存在した在来線の特急列車だね。18時4分発普通、熱海行き。18時7分発普通、栗浜行き。18時16分発普通、横須賀行き。18時20分発寝台特急、瑞穂、熊本、大分行き。今は亡きブルートレインだね。
18時24分発普通伊東行き、18時30分発寝台特急朝風博多行き、18時33分発普通栗浜行き、18時38分発準急浜並号豊橋行き、18時40分発普通浜松行き、18時50分発普通栗浜行き、そして18時53分発普通沼津行きだ。いやいや、東海道線が本当に忙しすぎでしょ。ところで、栗浜行きや横須賀行きって、横須賀線の列車じゃないの？横須賀方面へ行く横須賀線の列車って、今となっては信じがたいけど、東京、大船間では1980年まで、東海道線の列車と全く同じ線路を走っていたんだよ。そうだったのね。東海道線には西の方へ向かう特急、寝台特急、急行や準急に加えて、東海道線と横須賀線の普通列車も走る。郊外まで出れば普通列車の本数は減るけど、貨物列車が旅客列車と同じ線路を走るんだ。東京から大阪の方へ向かう東海道線なのだから、貨物列車だってガンガン走るよね。それで東海道線は大忙しなのね。だから、東海道線の輸送力を増強しなければならない。つまり、2本の線路を複々線化して、4本にしなければならないとされたんだ。輸送力が限界だから複々線化することと新幹線ってどう関係してくるの？複々線化するってつまり従来の線路の脇に線路を2本増やすだけでしょ？複々線化って一般的にはそういう意味だし、実際1950年代後半当時の国鉄の人たちの中にもただ複線を増設しようと考える人がいたんだ。しかし曽郷真司総裁の考えは違った。増設する2本の線路を従来の鉄道と全く異なる高速鉄道にしようとしたんだ。それが東海道新幹線ということなのね。そうだな。しかし当時すでに欧米では鉄道は車両となりつつあった。そんなご時世に従来の鉄道との直通ができない新しい鉄道を作ろうという発想は万里の長城や戦艦大和に匹敵する世界の三馬鹿などと国鉄内部ばかりかマスコミからも批判されたんだ。その批判をした人たちが開業後の東海道新幹線を見たら穴があったら入りたいほど恥ずかしかったでしょうね。ともあれ東海道線の輸送力の増強が単なる複々線化によって行われる可能性は十分にあったんだ。そうなっていれば当然東海道新幹線は生まれなかった。そして複々線化って果たして新幹線と同じ効果をもたらしただろうか？どういうこと？東海道新幹線ができたことによって東海道線からは特急列車が大幅に減らされた。そのおかげで普通列車や貨物列車を増発しやすくなったんだよ。東海道線から特急列車がなくなったことで東海道線の混雑が緩和されたのね。でもそれは単なる複々線化でも同じじゃないの？もちろん混雑の緩和に一定の効果はあるぞ。だけど新幹線を作った場合と同等の効果があるとはとても思えないんだ。そうなの？東海道新幹線は専用の線路を高速で走行できる電車だけが走るシンプルな仕組みになっていて、おかげで増発に増発を重ねて今ではものすごく過密なダイヤを組んで走っているんだ。多い時は1時間22本ものぞみが走るのぞみ12本ダイヤを実現しているよね。ところが単なる複々線化では名古屋や大阪行きの特急列車ばかりに注力するわけにはいかないんだ。特急列車が走る線路は長距離を走る列車ばかりが通るとしても、そこには様々な行き先の列車や貨物列車まで入ってきそうだよね。それに在来線の特急列車はそもそも時間がかかりすぎて利用してもらえなくなるという話もあった。でも仮に利用してもらえても新幹線のような大量輸送は難しいんだ。それはどうして？まずは単純に1本の列車の定員の問題だ。東海道新幹線の最新型車両の N700S は重力量編成で定員が1319人だ。これに対して在来線時代の特急こだまの定員は時期によって変わるけれども一例として12両編成で672人なんだ。全然勝負になっていないね。どうしてそこまで差がつくのかな？東海道新幹線の電車の方が車体が大きく、さらに車両数も多い。一方在来線の旅客列車は長くても15両編成だ。車両が小さい上に少ないのね。新幹線は昭和期以降に全く新しい設計で作られた路線だけど、在来線は基本的に戦前期に作られた設備を改良しながら使っているものだから、列車を長編成にするためには改めて駅とかの設備を改良する必要があったりもするんだよ。東海道新幹線は従来の鉄道と互換性のない新しい鉄道だから、最初から高速大量輸送に特化した路線にできたんだね。それに新幹線が在来線の特急よりもずっと高速であることは、列車の増発のしやすさにも関わってくるんだ。速さと増発しやすさが関係する？
特急こだまは東京から大阪まで片道6時間半もかかっていたよな。つまり1本の編成が1日の間に東京、大阪間を1往復しかできない。どんなに頑張っても2往復はできないんだ。1日は24時間しかないんだから2往復は絶対に不可能だよね。ところが東海道新幹線の所要時間は開業当時でも東京、新大阪間が4時間だから1日に2往復は走行することができる。現在ののぞみならおよそ2時間半だから、朝から深夜まで走り続ければ3往復もできてしまうわけだ。そうか、新幹線は早く走れることで1日に往復できる回数も増えるから、在来線よりも少ない編成数でも多くの列車を走らせることが可能になるのね。というわけでちょっと長くなってしまったけれど、東海道線を在来線のまま複々線化しても様々な列車が線路を共有したり所要時間が長いままであったりすることから、特急列車の増発が難しかったりして複々線化による効果は限定的だと思うんだ。そして結局特急列車も普通列車も貨物列車も思うように増発できなくて、どの列車のユーザーも満足できないなんてことになっていたかもしれないわね。新幹線ができたことによって輸送力を増強できたのは東海道線だけではないんだ。山陽新幹線ができた後の山陽本線や東北新幹線ができた後の東北本線なんかも該当するのかな。そうだな、これらの路線だって新幹線が作られなかったとしても輸送力の増強がいずれ必要になって複々線化とかが行われたかもしれないぜ。あくまで在来線としての複々線化だよね。しかし例えば1978年10月の時点で上野青森間の移動には特急列車で9時間ほどかかっていたんだ。東北新幹線が作られない以上所要時間の大幅な短縮は見込めないから、速さでは到底かなわない飛行機や安価な高速バスとの競争に敗れて昼間に走る特急列車が消えていったことは確実ね。ところで夜行の特急列車は生き残れたかな。夜行列車も飛行機や夜行バスに負けて廃止されていたかもしれないし、逆に飛行機や夜行バスで運びきれない人を運ぶことで生き延びていたかもしれないよな。どっちだっただろうね。それから新幹線の高速性や大量輸送能力は重要な要素なんだけど、新幹線の収益性も重要だと思うんだ。どういうこと？新幹線は基本的に客単価が高い上に、特に東海道新幹線とか初期に作られた新幹線は需要も大きいから収益性が高いんだ。その収益のおかげで在来線、特にローカル線が維持できているんだよ。新幹線が存在する現実でも、ローカル線が廃止されるかもしれないという問題が持ち上がってきているけど、新幹線がなければローカル線がより早く廃止に追い込まれていたかもしれないな。そうだね。それに、例えば新幹線を利用する人の中には、自宅から新幹線の駅まで、あるいは新幹線の駅から目的地までを、ローカル線で移動する人もいるよな。ローカル線は単独では赤字かもしれないけど、新幹線に旅客を集める役割も果たしているんだね。しかし、ローカル線が新幹線に旅客を集める役割を果たせるのも、新幹線が存在して移動手段として選ばれているからこそだと思うんだ。長距離移動の主役が飛行機や高速バスだったなら、それらの乗り物に乗るまでの移動手段として選ばれるのも、バスやマイカーだったりすると思うんだよ。地方では空港やバスターミナルに鉄道が通っていないこともごく一般的だものね。新幹線がなかったらローカル線の利用率自体も悪くなっていた可能性があるわね。まあこれはあくまで一つのものの見方だけどな。新幹線が作られていく一方でローカル線が切り捨てられているという一面もないとは言えないからな。何にせよ新幹線が地方の鉄道に及ぼす影響は良くも悪くも無視できないほどに大きいということだよね。もしも新幹線がなかったら旅客の長距離移動の需要を飛行機がほぼ独り占めできていたことは確実だよね。それはおそらくその通りなんだけど、それは果たして航空業界にとって必ずしも理想的なことだろうか。何かまずいことがあるの？さっき東海道新幹線の利用者を飛行機ではとても運べないという話をしたよな。そうだったね。どれくらい難しいのかな。現在東京、新大阪間ののぞみは多い時は1時間22本も走っている。すべて満席だとして1時間につき 15,828人が新幹線で移動できるわけだ。新幹線がなくて飛行機で運ぼうとしたらどうなるんだろう。最も定員が多い旅客機はエアバス A380 という機種で定員は853人だから、1時間29機のエアバス A380 を飛ばす必要があるわけだ。もちろんこれは世界最大の飛行機ならばって話で、一般的な飛行機ならもっとたくさん必要だ。1時間29機も飛行機を飛ばすことって可能なの？
現在の羽田空港、福岡空港間の便が多い時でも1時間に7便だから、その2倍以上だ。これだけでもかなり厳しいだろうな。しかも羽田空港を利用する人は大阪に行きたい人ばかりじゃない。そうだね。東北新幹線がないのだから、東京から仙台や花巻にも飛行機を飛ばさないとならないだろうし、上越新幹線がないのだから、東京から新潟にも飛ばす必要があるだろう。そうか。新幹線があるから、今はそういう定期便って存在しないんだよね。山陽新幹線がないから広島や山口、宇部とかにも相当な数の飛行機を飛ばす必要があるだろうし、北陸新幹線がないから富山や小松へも現実以上に飛ばさないとならない。東京から一体どれだけ飛行機を飛ばす必要があるのよ。そうなると最初に考えるべきことは東京の空港の拡張だけど、羽田や成田を現在の規模以上に拡張することはとても現実的ではない。例えば茨城空港が東京扱いされたりとか、首都圏の各地に他にも東京を名乗る空港が作られていたかもしれないな。調布飛行場が拡張されて巨大な第三新東京空港になっていたかもしれないわね。まあ名前はともかく羽田と成田だけでは足りないことは確実だよな。それから東京から西へ向かう航路については横田空域の問題があるんだ。何それ。東京都にある米空軍横田基地などに離着陸する米軍機などを管制するために在日米空軍が管理する空域なんだよ。東京都や静岡県から新潟県など1都9県にまたがっているぞ。え、日本の領空の管制が米軍に掌握されているの？うん、そうなんだよ。そのことに対して思うことはあるだろうけど、ここでは深入りはしないぞ。まあ、今回の話題の本筋ではないよね。とにかく、この空域を日本の民間機が飛行するなら、米軍との協議、調整が必要なんだ。なので民間の航空機は基本的に、この空域を縦や横に迂回して飛行するんだ。横田空域を通れないことが、周辺の空域が混雑する原因になっているんだよ。東京から北陸や西日本方面へ向かう航空便には、相当な需要があるのに、それが横田空域の存在によって、増便しづらくなってしまっているのね。こういった事情も含めて、もしも新幹線がなかったならば、飛行機による移動の需要が供給を大幅に上回ってしまうことは確実だろう。乗りたい時に乗れないということも頻発するだろうな。その点新幹線は一部の列車を除いて自由席があるし、満席でも立って乗ればひとまず移動はできるという場面も多いよね。需要が供給を上回っている以上、航空運賃の低廉化などということもおそらく起きない。LCC の誕生なんて夢のまた夢かもしれないな。競合する相手なんかいないのだから、そういうことになるよね。そして大都市同士を結ぶ路線ばかりが増便されて、地方の路線は後回しにされていたことだろう。地方の交通が不便なままであることから、大都市と地方の格差がより顕著になって、現実以上の大都市への人口集中が起きていたかもしれないな。飛行機のライバルになる新幹線が存在することで、大都市の空港の発着枠に余裕が生まれて、航空業界の発展に、そして地方の経済の振興につながったという一面もあるのね。新幹線がなくて飛行機だけじゃ人を運びきれない以上は、高速道路をはじめとした道路を使って中長距離の輸送を行う必要があるよね。今度は高速バスを使って東海道新幹線を肩代わりすることについても想定してみよう。1時間につき 15,828 人を運べるかという話だったわね。これを40人乗りのバスで運ぼうとすると9秒間隔でバスを走らせる必要があるんだ。新幹線1時間分の旅客を運ぶのにバスが396台必要だから、本当だ。9秒に1台必要ってことになるわね。そんな大量のバスと運転士を用意できるのか、そして用意できたところで走れる道路があるのか、考えるまでもないよな。東名高速がバスで埋まっちゃうわよ。もしも東海道新幹線がなかったら、東京、大阪間の旅客を飛行機と高速バスの両方で運ぶことになるだろうけど、それでも不可能という結果に違いはないだろうな。でも、不可能だろうとなんだろうと、とにかく需要があったら、運べるだけ運ぶしかないよね。そうだな、だけど新幹線がなければ、東海道線に限らず鉄道の輸送力は足りなくなる。その分を補うためにマイカーや高速バスを使うと、車の数が相当に増える。全国各地で高速道路網の充実が、現実以上に求められていたことだろうな。特に東名高速や名神高速に相当する道路なんて、一体何本必要になるんだろう？そしてマイカーやバスを利用する人が多いので、一般道も交通量が大幅に増えてしまう。渋滞や交通事故の問題が、現実よりもはるかに深刻になっていただろう。環境問題とかエネルギーの問題もあっただろうな。鉄道はお客さんがまともに利用してくれるなら、とても省エネな交通機関だものね。
そんな鉄道が衰退してしまったら、エネルギー自給率の低い日本のエネルギー政策は相当に困難な状況を迎えてしまうかもしれないわ。このように考えると、もしかしたら新幹線のような高速鉄道は、たとえ1964年の日本で誕生していなかったとしても、どこかの時点で誰かが結局、必要に迫られて作っていたかもしれないな。確かに、それから交通渋滞の状態化という現象は、その地域の住民の時間に対する感覚というのを、大きく左右するんだ。どういうこと？例えばインドネシアには、ゴムの時間という言葉があるんだ。時間がまるで麦わら帽子の海賊の腕のように、伸び縮みする。つまりはいい加減ってこと？伸び縮みという意味合いもないとは言わないけど、基本的には伸びきっているという意味だ。ああ、インドネシアでは待ち合わせ時刻なんてものに意味はない。連絡なしに遅刻されて待ちぼうけて、待ち合わせ時刻を1時間過ぎたところでやっとあと30分で着くという電話が来る、なんてことがしょっちゅうだそうだ。一般的な日本人にはとても耐えられない時間感覚だね。しかし、このゴムの時間が生まれる要因は、インドネシアの人たちの元々の国民性だけではないんだ。そうなの？交通インフラが発達していないことから、大都市を中心に道路の渋滞が深刻すぎて、移動をする際の到着時刻が全く予想できない社会であることも、ゴムの時間が生まれる一因だと考えられるんだよ。なるほどね。さすがに日本では、ここまで時間にルーズだと社会生活に影響するだろうけど、でも、マイカーの利用率が高い地方における、人々の時間に対する感覚って、鉄道を使って移動することも当たり前になっている、大都市で暮らす人々と比べると、やっぱり大雑把なところがあると思うんだ。両方で暮らしたことのある人なら、おおむね納得してもらえそうな話だね。そういえば沖縄県にも、ウチナータイムっていう、時間に対するルーズさを表す言葉があるよね。そうだな。まあ、インドネシアと沖縄県が同じレベルだとは思わないけどね。だけど沖縄県も、戦後は長年鉄道系の交通機関がなくって、移動手段を自家用車やバスに依存しているから、那覇市とかの道路の渋滞は全国最悪レベルなんだ。そういう点では、インドネシアと似てはいるんだよ。沖縄県以外でも、新幹線がなかったら鉄道を利用する人が減る一方で、道路の渋滞はより深刻になるから、日本人の時間に対する感覚も、現実とは大きく変わっていたかもしれないわね。それがいいことか悪いことかは別としてね。そもそも道路の渋滞や飛行機の満席状態が常態化した世の中では、人々は移動する意欲さえも失ってしまうよな。それは容易に想像がつくよね。これまで基本的に新幹線の輸送力を、他の方法で代替することは不可能という流れで解説してきたけど、新幹線がなければそもそも人々の移動したいという需要自体が、現在の実際の需要よりも少なかったと考えられるんだ。できないと分かっていることをやろうとは思わないものね。移動の需要が少ないということは、ビジネスや観光などの目的で移動する人が少ないということだから、それは戦後の日本の経済成長に大きく影響していたことだろうな。本当にそうだね。現実の歴史では先人たちは反対意見を申し切って新幹線を作った。そして新幹線は日本や世界の鉄道ばかりか経済とかにも大きな影響を与えた。日本の戦後史の中の大きな分岐点だったことは間違いないよな。例えば今から500年後の日本史の教科書に書かれている20世紀の出来事は、1941から1945年太平洋戦争と、1964年東海道新幹線の開業だけになっているかもしれないわね。今回は国鉄に関する話題だぜ。沖縄県を除く日本全国に路線を持っていた日本国有鉄道は、1987年3月31日に終焉を迎えた。翌4月1日からは旅客鉄道会社6社と貨物鉄道会社1社。つまり JR 各社が発足して、国鉄の路線の運営は JR 各社に引き継がれることになったんだ。国鉄の分割民営化だね。だけど今回はもしも国鉄が今も存続していたら日本の鉄道はどうなっていたのか、それを考察してみるぜ。歴史の if を考えてみようということだね。ところでそもそも国鉄ってどうして解体されたのかな？大まかに言って2つの目的があったとされているんだ。まずは1つ目の目的の説明だけど、国鉄の経営にはいろいろとまずいところがあって、1987年の解体時点での借金は、長期債務だけで25兆円、もろもろ合わせて37兆円もあったんだ。一つの会社の借金としては、とんでもない金額だね。こんなに多額の借金が生み出された背景には、政府の出資で作られた公共企業体であるために、経費の削減が難しい企業体質であったり、支出がガンガン増えていくような施策を、
国から有無を言わさず押し付けられたりしたことがあったんだ。さながら穴の開いたバケツのようね。それに職員の空残業とか引き帯勤務とかの民間企業であれば到底考えられないような、あまりにひどい勤務の実態がバッシングされたりもしていたんだ。そんな状況を改善するにはもはや民営にするしかないということになったのね。そうだな、これが民営化が行われた理由の一つだ。それから国鉄解体のもう一つの目的だけど、それは労働組合の解体だったとされているんだ。組合の解体？国鉄職員の所属するいくつかの労働組合のうち多数派の組合は国鉄当局との闘争に明け暮れていて、ストライキなどが頻発していたんだ。当時を知る人たちの話からは確かに国鉄といえばストみたいな印象を受けるわね。それで国鉄の客離れが起きたりしたことももちろん色々な意味で問題なんだけど、こういった組合の存在は自民党政権にとっても都合が悪かったんだ。組合が野党を応援していたとか、あるいはもっとヤバい人たちとつながりがあったとか、そういう話なのかな。国鉄を潰して新たに民営の企業を作ることで、国鉄に都合の悪い組合に所属していた職員の首を合法的に切ることができたんだ。それに会社を地域ごとに分割してしまうことで組合の分断も図れたんだよ。国鉄という組織が JR 各社に改組されたわけではなくて、JR 各社は新たに発足した会社だから合法的に事実上の大量解雇ができたのね。でも組合の解体という目的があったというのは断言できるものなの？分割民営化が決まった当時の総理大臣だった中曽根康弘氏が生前に取材で語っているんだよ。それならさすがに事実と考えられるね。民営化よりもむしろ分割による組合の解体の方が本当の目的だったとも考えられているんだ。実際国鉄当局との闘争を繰り広げていた組合は現在ほとんどの JR で勢力を失っているんだよ。思惑通りになっているのね。結局何が言いたいかというと、いきなり今回のテーマを否定しかねない話にはなってしまうけど、分割民営化が行われなかったらという前提は現実味がかなり乏しいんだよ。借金を37兆円もこさえてしまうような経営体質を、そこからさらに35年以上ほったらかしにするとはとても思えないし、組合のことだってどこかのタイミングで自民党が解体に向けて動いたはずよね。だから前提が厳しいけれども、今回はこういった様々な問題を抱えつつも、それをなんとか国鉄や政府が解決しようとしてもがき続けている結果、国鉄という会社はどうにかしてまだ存在しているものだと仮定するぜ。とにかく経営は厳しいんだという前提に立って考える必要があるのね。とりあえず国鉄が存続していたら、赤字のローカル線の維持は国策ということにして国からお金を投入できるから、ローカル線を廃止しようなんていう流れにはならなかったんじゃないかな。それはな、二つの点でよくある誤解なんだよ。え、そうなの？まず日本国有鉄道は国から受ける影響は大きかったけれども、あくまで企業であって旅客や荷主からの運賃の収入で経営する独立採算が原則なんだよ。政府から補助金が出たこともあるけれど、国費の投入を前提とした経営はしていないんだ。そうなんだ。いくら赤字を垂れ流しても国費も垂れ流すから大丈夫というわけにはいかないのね。仮に国費をいくらでも投入できるとしても、それはそれで確実に税金の無駄遣いだと方々から非難されるだろ。確かに。それに国鉄ならローカル線はなくならないというのも全く歴史的事実に反しているんだ。赤字ローカル線のことは1960年代にはすでに問題視されていた。1968年には赤字83線の選定が行われて、国鉄はこれらの路線の廃止に向けて動き出した。1968年って誰がどう見ても国鉄の時代じゃないの。しかし赤字83線を選定はしたものの、地元の廃止反対運動に遭うなどして、実はこの時点では多くの路線が存続したんだ。その時の反省も生かして1980年代にはより徹底したローカル線の廃止が実施されたんだ。特定地方交通線ってやつだよね。あれは利用状況の悪いローカル線を選定して廃止したり、第三セクターに転換したりしておいて、国鉄の後を継ぐ JR の経営を少しでも楽にしようという施策だったんじゃないの？特定地方交通線が廃止転換されて、結果として JR の経営が楽にはなっただろうけど、特定地方交通線の取り組みの本来の目的は違ったんだよ。違うの？特定地方交通線を選定して廃止することを定めた法律が制定されたのは1980年のことだ。これに対して国鉄を分割民営化するべきと正式に表明されたのは1982年なんだよ。
そうなんだ。1980年に定められた法律というのは、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法で、名前を見ての通り、国鉄の経営を国鉄のまま再建するつもりだったんだよ。条文にもあくまで国鉄の経営を再建することしか書かれておらず、民営化などという話はどこにも出てこないんだ。民営化するためにローカル線を廃止しようとしたわけではないのね。そうだな。分割民営化が表明されたのは1982年で、表明されたら反対する勢力も当然いた。1986年の衆参両院選挙で自民党が圧勝して、ようやく国鉄の分割民営化は決定的になったんだ。1986年までは国鉄が民営化されるのか、確かなことは誰にもわからなかったのに、1980年に制定された法律が国鉄の民営化を見据えていたと解釈するのは、どう考えても無理があるわね。民営化するのかしないのか、民営化するとしても分割するのかしないのか、議論している間にも、特定地方交通線の選定や廃止、転換は着々と進められていったんだよ。民営化と特定地方交通線の廃止は、どちらも経営改善のための施策ではあるものの、もともとは直接の関係はなかったのね。とまあ、こういうことだから、民営化が行われなくても、特定地方交通線は、現実と同様に廃止されたはずだ。存続したローカル線についても、もしかしたら現実よりも早く、存廃問題が起きていたかもしれないな。それはどうしてかな？民営化による経営の改善が行われないからだよ。JR に引き継がれたローカル線のほとんどが、今日まで生き延びてこられたのは、JR 各社が都市部の路線や不動産業でいたり駅で、地方の路線を維持していたからだろ？国鉄のままだったならば、その都市部の路線の利益というのが、現実よりも小さかったかもしれないのね。ただし一方で、分割も行われていないから、例えば首都圏でいたり駅を、北海道や四国の路線にも流せるわけで、その方が良かったという地域もあるかもしれないな。まあ、都会で使い古した車両を、地方へ流すという構図も、あまり変わっていないと思うけどね。続いては、新幹線の並行在来線について考えてみよう。並行在来線問題って時々話題に出るよね。新幹線が新たに開業すると、並行している在来線は、特急列車が走らなくなったりすることから、収支が大きく悪化するんだ。だから、民営化後整備された新幹線については、JR の判断と沿線自治体の同意に基づき、JR は並行在来線を経営分離しても良い、ということになっているんだよ。収支が悪化する路線は、JR としては切り離したいのはよくわかるけど、どういう名分でそれが認められることになったのかな？新幹線によって収支が悪化する並行在来線を、引き続き JR に経営させ続けるのは、JR にとって重荷になってしまう。そうだよね。それに、国策による新幹線の開業に伴って、JR に並行在来線という負担を押し付けるのでは、国の都合でローカル線を作って、経営を国鉄に押し付けてきた国鉄時代と、何も変わらないから、ということだろうな。JR を第二の国鉄にするな、ということだね。まあ、それはあくまで一つの考え方だけどな。国が JR から文句を言われずに新幹線を作るには、どうすればいいかを考えた結果、このルールが生まれたという見方もできるよな。その見方に立てば、結局国の都合でルールが作られたということか。というわけで今後、新たに開業する新幹線の並行在来線は、経営分離できることにしよう。という政府、与党の申し合わせが行われたのは、当然 JR の発足後で、1990年のことだったんだ。もしも国鉄が存続していたならば、新幹線の並行在来線は当然、引き続き国鉄の路線として存続したことだろう。国策で新幹線を作っておきながら、並行在来線は国鉄では面倒を見ずに、経営分離します、なんて、100人中 99.9 人が納得しないよね。いや、その言い方で人数に少数点がつくのは、微妙におかしくないか？並行在来線は、基本的には、国鉄の路線として存続できただろうけど、もしかしたら一つだけ、例外があったかもしれないな。どこだろう？1997年の北陸新幹線、長野開業に伴い廃止された、信越本線の横川、軽井沢間だよ。ああ、急勾配の薄い峠を通過するために、専用の補助機関車が必要だったこの区間だけど、末期には貨物列車が通らなくなっていたし、普通列車は1日7往復だけだったんだ。おまけに、専用の補助機関車である EF63 型も、登場から30年以上が経過して老朽化していたぞ。新幹線が開業すると特急列車はなくなるから、通過する列車は普通列車だけになるのね。特殊すぎて、維持に多大な費用がかかるのに、1日7往復の普通列車しか走らなくなる薄い峠の区間は、
さすがに国鉄でも放棄するかも。ここだけは特急列車の利用者は新幹線へ、普通列車の利用者はバスに手にしてもらって、現実と同様に廃止されていたかもしれないな。でも、碓氷峠は例外としても、基本的に並行在来線が国鉄線として存続するのは、沿線の住民にとってはいいことなんじゃないかな？運賃はもちろん据え置かれるからな。ただし、現実の並行在来線を引き受けた第三セクターの鉄道会社のように、地元の人が使いやすいダイヤ設定をしたり、駅を新設したりといったことを、果たして国鉄がしてくれるのか、という観点ではどうだろう？そこは、あんまり期待できないかもしれないね。でも、運賃据え置きは十分に魅力的だし、引き続き国鉄が運営してくれることによる、将来への安心感もメリットになると思うよ。ブルートレインとか、長距離を走る列車はどうなっていたかな？これまでに説明してきたように、国鉄というのは、少なくとも建前上は赤字をどんなに垂れ流してもいいというものではなかったんだ。そうだったね。だから、利用状況の悪い列車は、現実よりも時期が早いか遅いかはさておき、きっちり廃止されていたと思うぜ。その一方で、利用されている列車は、きちんと存続できた可能性があると思うんだ。北斗星とか、トワイライトエクスプレスあたりのことかな？まあ、果たして国鉄にあのような列車を作れたのかという疑問はあるけれど、ひとまず、そのあたりの列車で考えてみよう。人気の高かった長距離列車として、特に有名だもんね。大阪と札幌を結んでいた、トワイライトエクスプレスは、北陸新幹線の金沢延伸開業時に、並行在来線の北陸本線が経営分離されたことに伴い、運転を終了したけれども、国鉄が存続していれば、少なくともそんな事情で廃止されることはありえなかったよな。並行在来線も、国鉄線のままなんだものね。まあ、トワイライトエクスプレスの客車は、老朽化もしていたけど、利用状況はいいのだから、新型車両を作ろうという流れには、なっただろうな。そうだよね。上野と札幌を結んでいた北斗星とカシオペアあたりも似たようなものだな。あれも北海道新幹線の開業に伴い、津軽海峡を従来の機関車で越えられなくなって、廃止されてしまったけれども、国鉄が存続していたならば、貨物列車のための新型機関車で、牽引すればいいだけだもんな。現実の JR 貨物の EH800 型に相当する機関車を使えばいいってことだよね。実は現実でも EH800 がカシオペアの客車を牽引したことが何回かあるんだけど、以後は行われていないんだ。なんでだろう？ JR 東日本がトレインスイート四季島をデビューさせて、それでも北海道へ行けるようになったからという理由が考えられるけど、それとは別の EH800 を使わなくなった理由も推察されているんだ。というと、EH800 を作る必要性が生じたのは、北海道新幹線の開業という国策に起因するので、鉄道建設運輸施設整備支援機構から費用支援が行われて EH800 は作られたんだ。なるほど。ここからは真偽は不明だとお断りしておくけど、費用の支援を得て作られた貨物列車用の機関車を旅客列車の牽引に使うことが、目的外使用だとして問題になったのではと推測する向きがあるんだ。仮に事実だとしたら、まさに国鉄が分割民営化されたことの弊害じゃない。これに限らず、JR 各社をまたぐ長距離列車の運行が縮小されがちなのは、確かに分割の弊害ではあるんだよな。ただし、たとえ会社が分割されていなくても、長距離列車というものには、一定のデメリットがあるんだよ。そうなの？長距離を走るために遅延しやすいこととか、逆に長距離を走る列車が遅延することによって広範囲の路線に遅延が波及してしまいやすいとか、あとは地域ごとの需要に対する輸送力の供給の調整が難しいこととかがあるな。都会の電車でも都心では流々だったのに、郊外に出る頃にはガラガラなんてことがあるけど、ガラガラの状況が長距離にわたって続くのは確かにもったいないね。だから、ブルートレインみたいに JR の会社間をまたぐような長距離列車は、国鉄が存続していたら、あるいは民営化されても分割はされていなければ、現実よりも存続していたかもしれないけど、縮小傾向にはあっただろうな。そうだね。それはそれとして、国鉄が存続しているということは、全国にまたがって走るような列車も設定できるってことだよな。それはまあ、そういうことになるよね。機関車が牽引する客車列車であれば、例えば北海道の稚内から鹿児島の枕崎まで各地を周遊しながら走るような臨時列車を、さほどの困難もなしに設定することだってできるわけだよな。今回の話の中では一番ロマンを感じるわね。現在の JR ではそんな列車は設定できそうにもないもんね。会社の境界をまたげばどうしたって調整は必要になるし、そもそも車両だってもはや分割民営化後に製造されたものがほとんどだから、乗り入れ先の会社の乗務員に運転の訓練をさせる必要があるんだ。そ
そんな手間をかけて臨時列車を走らせるなんて夢のまた夢ね。七つ星イン九州やトワイライトエクスプレス水風の運行ルートを見ると、会社が分割されていなければなぁと思ってしまうよな。ものすごい大金を払って乗っても、中国地方や九州から出ていけないんだもんね。豪華クルーズトレインという発想が、そもそも国鉄から生まれたかは微妙だけど、国鉄が分割せずに民営化された世界ならば、全国を周遊する豪華クルーズトレインが誕生していたかもしれないよな。国鉄時代を知る人からは、とにかく駅員が横柄だったとか、ストライキが頻発していたとか、そんな話を聞くことは珍しくないよな。そうだね。国鉄が存続するということは、分割民営化によるサービスの改善とか、組合の解体が行われないわけだから、そういった問題が抜本的に改善されることはないと見てよいだろうね。現実以上に鉄道の利用が敬遠されて、車両化していたかもしれないね。それから、国鉄時代にはこんな問題もあったんだ。組合の力が強かった結果、仕事の内容をちょっと変更するとか、新しい技術の試験をするとか、そんな時にもいちいち国鉄と労働組合の間で交渉をしていく必要があったんだよ。改善とか技術革新とかが恐ろしく難しそうな組織だね。まして合理化とか人員削減なんてもってのほかだよな。組合が全力で抵抗してくるのが目に見えているわ。一例として、機関車が客車を牽引する客車列車の話をしよう。現在の JR だと SL 列車みたいな限られた臨時列車として残っているだけだよね。しかし分割民営化の時点では東北地方や山陰地方、九州などに客車の普通列車がまだまだ残っていたんだ。それはどうしてなのかな？客車列車の代替となる電車や機動車の配備が追いついていなかったという事情はあるだろう。国鉄は大赤字だったから車両の調達にも苦労していそうだよね。それに国鉄が分割される前は旅客列車も貨物列車も国鉄が運行していたから、朝夕のラッシュでは機関車に客車を引かせて、日中は貨車を引かせることで機関車をある程度効率的に運用できるという利点もあったんだ。 JR になった後は JR 貨物の機関車が旅客列車を引くということは皆無とまでは言わないけれど一般的ではなかったよね。だけどこういった筋は通っている理由とは別に、国鉄時代には客車列車の置き換えに対する組合の抵抗もあったようなんだ。どういうこと？客車列車は終着駅について折り返すときに、機関車を一旦客車から切り離して折り返す方向へ付け直さなければならない。切り離しや連結を行うための要員が必要になるんだ。列車が折り返す駅ごとにその要員を配置する必要があるのね。そういうこと。客車列車を廃止すると、機関車の付け替えのための要員が不要になってしまうんだ。それで組合は全力で反対したのね。それに客車列車の場合は運転士一人で乗務するワンマン運転も容易でなく、客車に必ず車掌を乗せないといけない。国鉄が存続していたらワンマン化できないようにするという観点からも客車列車の存続が訴えられたかもしれないわね。現実でも2000年頃まで残っていた客車の普通列車が今なお走っていたかもしれないな。それはそれで喜ぶ鉄道ファンはたくさんいそうだけどね。例えばヨーロッパの鉄道には理由はいろいろあるだろうけど、とにかく客車列車や夜行列車、食堂車なんかがまだ当たり前のように走っていて、ちょっと羨ましいと思うぜ。まあその気持ちはわかるわ。とは言ってもそもそも少なくとも日本では客車列車は電車や機動車よりも総じて走行性能が低い。それに折り返すたびに機関車の付け替えが発生するから増発も難しい。サービス向上という観点からはかなり難があるね。国鉄が存続していたら一時が万事こんな感じだっただろうから、国鉄に対する利用者の満足度は現実の JR に対する満足度よりも相当低かったと考えてよいだろうな。そうだね。他にも現実の民営化後には、例えば JR 東日本では最高時速130キロで走る651系電車を開発して常磐線の特急スーパーひたちとして走らせ始めたし、JR 東海も従来の東海道新幹線の電車よりも大幅に速い300系電車を開発して、東海道新幹線に望みを新たに設定したよな。民営化改革の象徴とも言われたよね。東海エリアの在来線の列車も国鉄時代よりもだいぶ増発されたし、JR 西日本は近畿圏の列車を増発したり、山陰本線の部分的な電化に取り組んだりした。国鉄時代の時刻表と今の時刻表を見比べると、あまりの違いに驚くわね。経営が苦しいと予想された JR 四国でさえも、機動車としては世界初の振り子式車両である2000系を鉄道総合技術研究所と共同開発して、特急列車のスピードアップを実現したよな。こういった地域ごとのサービスの向上って果たして国鉄に可能だったのかな？どう考えるかは人それぞれだと思うけど、個人的には可能だったとは思えないわね。
さて、国鉄が存続していたら、新幹線の並行在来線は国鉄から経営分離されない。ストライキは起きるだろうし、合理化や技術革新も難しい。民間企業であれば当たり前のようなサービス向上策を採用することも難しい。つまり、国鉄が国鉄のまま経営を改善することは、やっぱり難しいと考えるしかないよな。そうだね。となると、一般の利用者にも大きく関わってくる、あれが気になってくるところだな。運賃か。そうだな。現実の国鉄は1970年代に一気に 50% もの大幅な運賃の値上げを行ったり、1980年代にはほぼ毎年運賃を値上げしたりしたんだ。今の現実の世界では、JR も私鉄も運賃の値上げなんて滅多に行われないし、値上げするにしたって一気に 50% アップなんてまず考えられないよね。国鉄が存続していたならば、1970年代から1980年代に行われていた値上げが、いつまで続くのかはともかく、当面続いていたことはほぼ間違いないよな。例えば、首都圏の初乗り運賃が300円なんてこともあったかもしれないわね。そうなったとして、それで果たして国鉄は生き残れただろうか？利用者からそっぽを向かれてしまい、どこかで限界を迎えたことは確実かしらね。そういえば、スイカやイコカみたいな IC カード乗車券って導入されるのかな？それを議論するにはまず、果たして自動改札機が、現実のように普及していたかどうかから考えないといけないだろうな。多くの駅員が不要になってしまうとして、ものすごい抵抗に合いそうだね。だけど、もしも自動改札機や IC カードが導入されていたなら、例えば、現実の東海道線のように、JR 東日本と東海の境界である熱海駅をまたぐと IC カードが使えなくなる。なんて仕様にはなっていなかっただろうな。会社の境界をまたいだ途端に IC カードが使えなくなるのは間違いなく、分割された現実の良くないところだよね。今回のテーマは、もしも JR 北海道が再国有化されたら？だぜ。JR 北海道か。北海道の鉄道は経営が大変だから、国が面倒を見るべきだという意見は時々見かけるよね。もしも JR 北海道が再国有化されればどうなるのか？そして北海道の鉄道が抱える問題は解決するのか？早速考えていこうぜ。JR の前身にあたる国鉄は、分割民営化によって解体されて、1987年4月1日に JR 各社が発足した、日本の鉄道の歴史において欠かすことのできない1ページだな。国鉄はどうして分割民営化されて、そしてどうして JR 北海道という会社が生まれることになったんだっけ？国鉄は政府が出資する公共企業体、要は公社だったのだけど、膨大な債務を抱えてしまい経営が実質的に破綻してしまったんだ。借金まみれの経営を改善するために民営化されたんだね。そして全国の鉄道を一元管理する巨大な組織であることも問題視された。そのため、ただ民営化されただけではなく、それぞれの地域に密着した経営を行うために、地域ごとの分割も行われたんだ。まあ詳しくは以前投稿した。なぜ JR は国鉄から民営化した際に7つに分割されたのか、という動画を見てほしい。詳しく解説していたらそれだけで動画が終わってしまうということね。ところが北海道には大都市と呼べる都市が札幌しかなく、北海道の鉄道はほとんどの路線が人口が希薄な地域ばかりを通るものなんだ。おまけに冬季の除雪費用とかも加算でしまう。だから JR 北海道が鉄道事業の収益だけで自立経営できる可能性など、最初からないものと思われていたんだ。それじゃあ倒産まっしぐらじゃないの。だから JR 北海道には国鉄時代の債務が引き継がれなかったばかりか、逆に経営安定基金というものが与えられたんだ。その経営安定基金とはどういうものなの？要はこの基金を運用した利益によって鉄道事業の赤字を穴埋めしなさいというものだ。JR 北海道には6822億円もの経営安定基金が設定されたんだぜ。その仕組みはうまく機能したのかな？例えば、JR 北海道が発足して間もない1989年度には、経営安定基金の運用益が495億円もあった。この運用益の存在は大きく、JR 北海道は2億円の経常黒字となっているんだ。わずかとは言っても黒字だったんだね。しかし1990年代の日本は、バブル崩壊を経験して金利が大幅に低下してしまった。2000年度の経営安定基金の運用益は300億円を初めて下回り292億円だったんだ。それは大きな痛手だね。これじゃ大赤字確定じゃないの？そうはならなかった。人件費の削減や車両や設備の修繕費を抑えることで、どうにかトントンぐらいの経営を維持できたんだ。維持できたんだ、と言われても人件費や修繕費を抑えちゃって大丈夫なの？全く大丈夫ではなかったんだ。修繕費といった安全に直接関わる経費を削減した付けを、
2011年に JR 北海道は払わされることになった。その一例が、石勝線列車脱線火災事故だ。車両の部品が突然外れて落下したために、特急列車が脱線して、トンネルの中で停車したところ、燃料タンクから漏れた軽油が燃え出して火災になり、あわや大惨事という事故だったわね。それ以降も JR 北海道では、不祥事や管内での事故が多発してしまった。その大きな要因となったのは、安全のために必要な費用までをも削減してしまったことだ。その反省のもと、石勝線脱線火災事故以降は、修繕費などを増やしているんだ。だけど収入が増えない中で、修繕費だけを増やすなんて不可能なんじゃないの？そうなんだ。だから独立行政法人である、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が支援を行った。それから国や北海道からの支援も必要に応じて行われているんだ。もはや支援がなくては JR 北海道の経営は立ち行かないってことなんだね。しかし直近で必要な修繕費に加えて、今後老朽化した土木構造物の更新費用なども必要になることは確実だ。それで2016年に JR 北海道はついに、当社単独では維持することが困難な線区についてという重大な発表をしたんだ。どんな内容なの？ある線区の1日1キロあたりの利用者の数を輸送密度とか平均通過人員というんだけど、これが2000人未満の線区を維持する方法について沿線自治体などと相談することを求めたり、200人未満の線区のバス転換、つまりは廃線を求めたりしたんだ。1日200人ってバスでも十分運べちゃう人数だよね。言っていることはもっともだと思うけど、しかし JR 北海道の言う単独で維持困難な線区というものの総延長が、当時の JR 北海道の路線の総延長の半分を超えていたことに世間は衝撃を受けたんだ。つまり、このまま何もしなければ、北海道の JR 線の半分は消えてしまうということかな？大雑把に言えばそういうことになる。そして平均通過人員が200人未満で、バス転換が求められた線区については、すでに全ての線区が廃止済みか廃止予定日が決まっているんだぜ。なんということなの？おそらく、JR 北海道を再国有化しようという声が高まってきたのは、2010年代半ばからだろう。国有化すれば、利用状況が悪い路線だって簡単には廃止できまいという期待感があるのだろうね。まあ、その考えは理解できるわ。だけど再国有化すれば、北海道の鉄道が抱える問題は本当に解決するのだろうか？いくつかの観点から見ていこう。JR 北海道は、正式名が北海道旅客鉄道株式会社ということからわかるように株式会社だ。つまり株式を保有する出資者がいるんだよ。と言っても、JR 北海道って上場していないわよね。誰が株を持っているの？さっきも名前が登場した、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構だ。長いから以降は機構と呼ぶぜ。その機構が JR 北海道の株式を 100% 持っているというのね。ところで独立行政法人というのは？省庁の行政活動から政策の実施部門のうち、一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えるものと総務省のウェブサイトに書いてあるぜ。機構とは国土交通省所管の事業である交通ネットワークの整備を実際に行う機関ということだな。そういうところが JR 北海道の株式を 100% 保有しているのね。それって国有企業とどれほど違うというの？もっともない件だ。ちなみに JR 四国と JR 貨物も機構が 100% の株式を保有しているぜ。 JR 北海道と四国と貨物にとっては民営化って未だに道半ばなんだね。さらにさっきの説明の繰り返しになるけれども、 JR 北海道は国や機構や北海道からたびたび金銭的な支援を得ているんだ。そういえばそうだったわね。国の支援を前提とすることがいいことかどうかは別として、別に再国有化しなくても国の支援って受けられるのよね。こういったわけで、JR 北海道の再国有化を議論しようにも、そもそも今の時点でも事実上国鉄じゃないか、という意見はそれなりにあるんだ。株主が独立行政法人で、国から補助金を受け取っているんだもんね。とは言っても、機構が 100% 出資する会社と、国有企業とでは何らかの違いがあるんじゃないかな？例えば、国有企業の方がより手厚い支援を受けられるとか？それはどうだろうな。そもそもかつての国鉄だって、採算を度外視して、いくらでも国から金銭的支援を行えるというものではなかったんだ。え、違うの？現在の株式会社の JR が、利用者から徴収した運賃で列車の運行にかかる費用とかを賄うという、独立採算制を取っているのはわかると思うけど、それは国鉄時代だって原則的には同じだったんだ。つまり、国のお金を当てにしていくらでも赤字を垂れ流してよかったわけじゃないの？
少なくとも建前上はそういうことだな。もっとも国鉄の経営がもはやどうにもならなくなってしまった1980年代には、政府から補助金が出ていて、その額は1985年には年間6000億円にも及んだんだ。やっぱり多額の補助金が出ていたんじゃん。ところが当時の国鉄は借金の金利の支払いが年間1兆円を超えているという状況で、毎年1兆円以上の赤字を計上していた。6000億円をもらったところで、はっきり言って焼け石に水だったんだ。政府でさえも国鉄の経営状況を改善させるほどの支援は行えなかったということなのね。だから JR 北海道についても再国有化したところで、どこまで国からの支援が行えるかという点については疑問が残る。少なくとも補助金がうちでの小槌のように出てくるということはありえないだろうね。でも再国有化した方がやっぱりローカル線を残そうという流れにはなっていくような。まあ、JR 北海道の再国有化を訴える人たちは、別に再国有化そのものが目的なわけではなくて、要は路線を国の力で存続させたい、ということだと考えられるよな。そうだよね。今後 JR 北海道が再国有化されたとして、ではローカル線を残すという流れになるかどうかは、国の判断次第になるだろうから、今の時点で断定できることはない。だけど過去の国鉄時代に、ローカル線に対して行われた施策については、ここでしっかり説明しておこう。やっぱり今後を占う鍵は過去にあるのね。結論から言えば、国鉄時代にもしっかりと赤字ローカル線の廃線は行われていた。1968年には赤字83線の選定が行われて、国鉄はこれらの路線の廃止に向けて動き出した。しかし赤字83線を選定はしたものの、地元の廃止反対運動に遭うなどして、廃止された路線はわずかな数にとどまったんだ。まあとにかく、わずかであろうと1970年頃の国鉄もローカル線を廃止していたのね。そして赤字83線の反省も活かして、1980年代には、より徹底したローカル線の廃止が実施されたんだ。特定地方交通線というやつだね。利用状況の悪い路線が徹底的に廃止されたり、第三セクター方式に転換されたりしたんだよね。特定地方交通線の取り組みは、実施された時期が1980年代だったので、民営化の前に不採算路線を整理しておくための施策だった、と誤解されやすいのだけど、実際には違う。国鉄分割民営化の話がまだ出ていない、1980年に制定された法律に基づいて、国鉄のまま経営を改善するために始められた施策だったんだよ。つまり、仮に国鉄の民営化が行われていなかったとしても、特定地方交通線の廃止は、史実通りに行われていたはずなのね。特定地方交通線への指定は、第1次から第3次まで行われたのだけど、基準が一番厳しかった第3次の廃止対象の選定基準は、平均通過人員が1日4000人未満の路線、だったんだ。もっとも、北海道の廃止対象にされた路線は全て第2次までで選定されたけどね。4000人って？JR 北海道は1日200人から2000人の路線であれば、自治体とかが支援してくれれば維持すると言っているんでしょう？そういうこと。国鉄は1日4000人未満の路線を切り捨てたけど、JR 北海道は1日200人しかいなくても、何とかして残させてと言っているわけだ。支援してもらうことを前提としてはいるものの、かつての国鉄よりも、今の JR 北海道の方がよっぽど路線を維持しようとしているのね。そして国鉄時代には平均通過人員が1日4000人弱の路線でさえも廃止されたのだから、JR 北海道が200人未満の線区をバス転換することについては、もはや当たり前だろ以外の言葉が出てこないんだよな。むしろそんな路線をよく近年まで存続させていたわね。実際、北海道の路線が廃止される際には、沿線住民からもそのように言われることがあるみたいなんだ。廃止を恨むどころか、その時まで存続させていたことを感謝する人までいるのね。というわけで、国鉄時代にも不採算路線の廃止は行われていた。JR 北海道が再国有化された場合に、同じことが行われると断定はしないけれども、国費を投じて路線を維持するならば、その路線を維持することによって、どれほどの社会的な利益があるのかといったことが、厳しく問われることは間違いないだろうね。とにかく再国有化されても、補助金ジャブジャブとはいかないことは理解できたわ。それから今の JR 北海道の、株式会社という形態を取りながら、国の支援を受けるという経営状態は、もちろん100点満点とは言わないけれども、再国有化するよりは良い状態なのではないかと、考えられる点があるんだ。なんで？公社だった国鉄は、民業を圧迫しないように鉄道以外の事業に制限がかけられていたんだ。鉄道以外の事業というのは、例えば不動産とかホテルとか流通とかだな。今の JR 各社は当たり前のようにやっているわね。JR 北海道が再国有化された場合にも、副業に制限がかけられるのかは不明だけど、副業をして良いかどうかが当然議論の対象にはなるだろうね。そうだね、そう言われてみると現在の JR 北海道の形態が、
そんなに悪いものではないように思えてきたわ。ところで、分割民営化に関して一つ興味深い話がある。1980年代に国鉄の分割民営化が議論されていた際に、与党の自民党内には反対意見もあった。ところがジャーナリストの牧久志氏によると反対派たちも、北海道と四国の路線を国鉄から分離独立させることはあり得ると考えていたそうなんだよ。国鉄を存続させようと考えていた人たちでさえも、北海道の路線は国鉄から分離してもいいやと思っていたってこと？史実のような分割民営化が行われていなかったとしても、今頃北海道の鉄道は国鉄ではなくなり、現在の JR 北海道と同じ状況になっていた可能性があるんだよ。それはあまりに衝撃的だわ。現在の JR 北海道の惨状を見て国鉄が残っていれば、と考える人も少なくない。だけど多額の債務と、それ以外にも様々な問題を抱えていた国鉄が存続するということ自体が、そもそも難しかっただろう。国から補助金をもらっても借金の利息の支払いすらできないのだものね。それに存続できたとしても、国鉄もローカル線を廃止していたし、なんなら経営改善のためにもっと廃止していた可能性もある。第4次、第5次特定地方交通線、なんてことがあったかもしれないわけね。しかも国鉄という会社は存続できていたとしても、北海道は国鉄から切り離されていた可能性まであるわけだ。北海道の鉄道の現在の状況は、どうしたって避けられなかったかもしれないのね。回避できる可能性があったとすれば、民営化後にバブル崩壊によって金利が低下してしまった時点で、経営安定基金とは別の方法を模索していれば話は違ったかもしれないな。それはそうかも。その新しい方法というものは、国や北海道や自治体の支援が必要なものだった可能性が高い。実際には誰も JR 北海道を支援しなかったから、JR 北海道は修繕費などを切り詰めていき、2010年代の事故や不祥事の多発に至ってしまったとも考えられるわけだ。JR 北海道の再国有化について今のところ具体的な話は出ていないし、ここまで説明してきたように目に見えて大きなメリットがあるとも思えない。ただし北海道の鉄道が一部国有化される可能性が実は出てきているんだ。JR 北海道の国有化じゃなくて北海道の鉄道の国有化？その可能性が浮上しているのが函館本線の函館駅、おしゃまんべ駅間だ。そこがどうして国有化されるの？北海道新幹線の新函館北斗駅から札幌駅までの区間が2030年度の開業予定で建設中だ。間に合わない可能性が高そうだけどね。ともあれ新幹線の延伸開業に伴って並行する在来線である函館本線の函館駅からおしゃまんべ駅を経由して小樽駅までの区間が JR 北海道から経営分離されることになっているんだ。新幹線が開業するときに並行在来線が JR の路線でなくなるということは他の新幹線でも起きているわね。ところが北海道新幹線の場合は少し事情が違う。経営分離される区間は基本的に普通列車の利用者が少なくて、新幹線の開業後は鉄道として維持できるとは到底考えられないんだ。だから経営分離される区間のうち、新函館北斗駅から小樽駅までの区間は、第三セクター方式の鉄道にも転換されず、廃線という形になると見込まれているんだよ。仕方がないことのように思うけど、新幹線とバスで人の移動は十分にできるからということなんでしょ？人についてはそうなんだけど問題は貨物列車だ。函館本線のおしゃまんべ以南の区間には、本州と北海道を結ぶ貨物列車が走っている。だから貨物列車を残すためには、いくら旅客の利用が見込めないと言っても、線路を取っ払うわけにはいかないんだ。それはそうだわ。ところが貨物列車というのはあくまで、例えば本州と道央とか道東とかを結んでいるものだ。貨物列車を残すために、函館本線の沿線自治体に線路を残してくれと頼み込んでも、そんなの知らんがなと言われてしまうわけだ。まあ確かに道南の自治体が知ったことではないわよね。ちなみに JR 北海道も沿線自治体も線路を所有してくれないのなら、貨物列車を運行している JR 貨物が所有すれば、という発想は出てくるだろうけど、JR 貨物は発足以来基本的には線路は所有せずに他社の線路を借りて貨物列車を運行している。自社で線路を所有して維持するノウハウや経営体力はないものとされているんだ。JR 北海道も JR 貨物も沿線自治体もダメなら北海道や国が出てくるしかないわよね。そこで国土交通省は北海道庁、JR 北海道、JR 貨物と函館本線の函館駅、おしゃまんべ駅間の扱いを話し合うこととした。そして2023年7月に貨物列車の運行機能を維持することが妥当であるという認識で、4社は一致したんだ。ひとまず線路を残すことは決まったんだね。それは決まったんだけど、維持管理費を誰が出すのかとか、維持管理に必要な人員をどうやって確保するのかとか、
決めるべきことは山積みなんだ。どうなるのかな？おそらくは国、北海道、JR 貨物、荷主あたりが出資する第三セクター方式で維持するか、あるいは国有化してしまうということになるだろう。北海道と本州との間の貨物輸送を維持することは国策の一環ということになるだろうから、国有化というのも現実的な選択肢のように思えるわね。維持管理の人員は JR 北海道に維持管理を委託したり、JR 北海道からの出向者を迎え入れたりして確保することになるのではないだろうか。まあ、これはあくまで現時点での私の予想だ。有識者による検討会議が立ち上がって、2025年度をめどに結論が出される予定だぜ。今回はいろんな妄想をしてきたけどどうだったかな？何か一つ変わるだけで今とは全く別の世界が想像できて、とっても面白かったわ。よかったぜ。視聴者の皆様も印象に残っていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。当チャンネルでは、鉄道をはじめとする交通の話題を解説形式でわかりやすくまとめています。皆さんのチャンネル登録や高評価が励みになります。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。